名前はかっこ悪いんですよ。え？ブヨンキック。ブヨンブヨンブヨンキック。ハンドスプリング。で帰ってきてキックをする。あ、はいはいはい、あれブヨンキックって言うんですか？はい。え、僕の中ではブヨンキック。僕はもともと武藤さんと控え室で話してるのに、あ、ボヨンってやるやつさあっていう話をしてる。ボヨンキックだったの。かっこいい名前つけたら、YouTube を見てらっしゃる方、はい、技の名前をコメント欄に書いておいたから。あ、それ、そうですね、あ、いいんですか、それ。ボヨンキックに新しい名前を考えていただけたら、はい、嬉しいです。はい、コメント欄にぜひ。グレート YouTube チャンネル特別企画。さあ、ということで今回はですね、以前この実験マッチの中でですね、話題になった勝林選手のハンドスプリングの反転キック、はい、ありますね。ありますね。はい。よく使っております。番組内でほら、せっかくだったら、ファンの方に、技名を考えてもらいましょうということで、コメント欄で、まあ、ちょっと募集したらですね、はい。まあまあ来ました。あら、嬉しいです。はい。嬉しいよ。ということで、もう、はい、この際だから決めちゃおうという。おっと。でも、田村さんがノリノリなんですよ。ね、田村さん。ノリノリですね。ありがとうございます。このネーミングをどれにするかだけで1本取れるかな。そう、はい。しかもだって今日集まったのは、はい、グレート実験マッチを収録するために集まったわけですよ。そうですよね。で、はい、我々これからね、はい、グレート実験マッチを取る気満々だったのに、はい、エグゼクティブディレクターの一声で、はい、急遽このボヨンキックの新名称を決めるのを1本取ろうと、はい、いうことになりましたので。すいません。ありがとうございます。これ、何がきっかけでしたっけ？これコメントを募集したのって誰発信ですか？田村さんですね。誰発信？田村さんですね。いや、これね、改めてちょっと反省しなきゃいけないなと思いました。え？あら、資料なんだ。グレートのスタッフさんに対してこういう予定な資料を作んなきゃいけなかったっていう、仕事を増やしてしまったことに対して申し訳ないかと。あ、はい。コメントをチェックして。なるほどね。そうです、そうです。はい、はい。どうもすいません、私のために。真面目ですね。選手。あ、それ、頼む。それ、いやー、どうぞ。ごめんなさい。いやー。自分が、田村さんが言ったんじゃないですか、的なのがあると。はい。これね、あれなんですよ。田村さんの、どこちょこ、一緒に練習。その時も田村さんがですね、ちょこちょこボケるんですよ。想像できます。でも僕らからしたらとりあえず少しずつ絶対ダメじゃないですか。でもそれを田村さんがなんで突っ込まないんだっていうふうに言われるわけですよ、はい、と言われるんですけど、みんな今のところ突っ込んでないところが多くてですね、あの例えばですね、僕の UI のジムではリングのスペースと、はい、その隣にマットのスペースが、例えば僕がそこでリングで集合って言った時に、はい、こうマットの方向を見てリングを集合って、僕はマットとリングを間違える場合だ。その時にこう周りにいる方はシーンとしてそこを流すんです。いや、そこは流しちゃいけないだろう。いや、だって素で間違えられたんですよ。それは素です。素で間違えたら突っ込めなんですよ。最初は素で間違えて、はい、僕がリングに向かって、はい、マット集合って言うと、周りの皆さんどう思うかって言うと、あ、田村さん、リングとマット間違えてるんだ。これが僕嫌なんですよ。僕らからしたら、あ、きっと見てるから、あ、これきっとマット、リングのことをおっしゃっているんだろうと思って、さあ、リングやっぱリングに行って、そこを細かく修正していかないと、はい、ダメになります。だけど、団体の根幹にかかる問題ですから。だから僕、あえて、はい、わざと間違え、最初は素だったんですけど、はい、あえて、リングに向かって、あ、マット集合って言って、みんなの反応を伺うんです。で、何も言わないんで、いや、そこは突っ込むべきだよと。田村さんとしては、はい、そういうのは、基本全部突っ込み待ちと判断してよろしいですか？
そこは取った場合によって難しい。いや、これは難しいな。お笑いの方程式を言うとそうなんです、はい、だここはボケるべきなのにボケなかった場合は、はい、ボケるツッコミのせいですよね、はい、うん、はいはい、でもボケた場合は、いや、そこはボケんない、あ、後出しでこう、なんとなく見ていきますね、あのインチキ占い師、はい、だその時の状況によりますね。だこれはもう言うスタイルも通ずるものがあるんですよ。あ、お、そうなんですか。深い話になってまいりました。そうですね。はい、興味深いですね。攻撃を仕掛けて、こっちが後出しで、どう攻撃するのか、ディフェンスするのかっていうのを、はい、その瞬時に判断しなきゃいけない。これちょっと話が全然それぞれない。わかりました。僕は、突っ込む側じゃなくて、田村さん側についちゃうんですね。そうだそうだってやってるのぞ。やりません。あ、そうです。あ、そうです。今の話で、またね、ちょっとツボだったのが、そもそも、こんなことをやらせてスタッフに申し訳ない。はい。はい、申し訳ない。この動画自体がめちゃめちゃイレギュラーです。あ、そうです。こういうの覚えちゃうんですよ。本当だ。本当だ。今の流れを聞いて、あ、田村さんってそういう方なんだなって。私も勉強になりました。はい、やりましょう。やりましょう。やりましょう。ボヨーンチック、新ネーミング、はい、YouTube コメント。皆さん、たくさんのボヨーンチックのね、新技名の候補、ありがとうございます。じゃあ、とりあえずね、候補に上がったやつ全部パッと言います。はい、お願いいたします。ハンドスプリングレッグラリアット、はい、DK、はい、アルファベットですね、バウンドキックなど、正直ボヨンキックの名残はあってもいいと思います。ファイナルキック、色男キック、ブロークンギア、パーフェクトレッグラリアット、スクリューレッグラリアット、キラーシャープネス、ブリリアントレッグラリアット、 RIP ザカズ、レオニズミーティアキック、これはシシザ流星蹴りという、流れ星のようなキックの素早さと鋭さと、マスクマンと書いてある、レオニズミーティアキック、はい、ということで1、2、3、4、5、6、7、8、10個、はい、カズさんの中でピンとくる、はい、名称ありましたでしょうか。いろいろありますね。わかりやすいのがいいんで、うん、レッグラリアットがついてる系がすごい分かりやすいかなっていうように思います。あと BK ですね。 BK、 おー、 BK、 はい、これシンプル、はい、これもシンプル、はい、じゃあ5つまで、はい、絞られました。村田さん的には、はい、実況で、はい、どれが言いやすいですか。 BK、 BK、 うーん、2文字なんで、ハンドスプリングレッグラリアートって長いですね。長さというよりかはカズさんの、試合のあのハンドスプリングレグラリアートなんですけど、文字通り、うん、ボーンボーンボーン、まあ、アクションリズムから言うと1、2、3、4なんです。あ、はい、はい、でやっぱそのリズムに合わせられる、技名の方が乗せられやす、乗せやすいんですよ、うん、はい、選手のリズムに合わせることによってグルーヴ感を出したいんで、例えばバーンって決まる技なのに、ウルトラスリーパースペシャルワンダブルファイナルブローとか言ってるうちにもうカバー入っちゃったりするじゃないですか。バーンって決まる技だったら、例えば PK とかの方が乗せやすいんです。PK って終わるんで、なるほどね、すごい、だからリズムに乗せると意外に選手の技名を覚えやすいっていうのがあるんですよね。それを踏まえて林選手、そうなるともうレッグラリアット字がもうそもそも言いづらいなっていうのがあって、いや、もしハンドスプリングレッグラリアットだったら僕はめちゃくちゃ早口に反転した途中ぐらいから行って、うん、足がキックがヒットするときにレッグラリアットって言い終わればいいかなと思います。すっげー、そういうこと考えて、いや、やっぱそこは技名はね、オリジナルの技名はね、そこ考えます。正直な話、言いにくいとかじゃなくて乗せやすいから。これ逆にハンドスプリングレッグラリアートとか、うん、パーフェクトレッグラリアートとかを、それを正式名称にしてそれを略して、うん、PLSL、まあ、これは私は、まあ、スタイル側の人間としてパーフェクトレッグラリアートってことがかっこいいんですよ。うん、フィニッシュにはならないじゃないですか。どちらかというとその
カズさんって、うんうん、ラリアートって、はい、結構その相手の胸をやられてる時とかにカウンターで流れを変える技に使うんで、はい、パーフェクトってつくと結構フィニッシャーっぽいイメージがあるので、はいはいはい、そもそも技のイメージと違う名前になっちゃってるよってことですね。そうですね、はいはい、林選手自身はどれがいいですか。そうですね、レックスクリュー BK んレックスクリューラリレックでエスクリューレックラリアットはい、レックスクリューってあれレックスクリューレックラリアット BK はいかなぁ2つはい、ボリョンキックの名残があってもいいっていうこのあれが、あなるほど、なんかずっと続いやり続けてるんですよ。どんくらい使ってんだろう。いや、かなり長い、10年以上もっとじゃないですか。ですね、はい、で今までずっとあのボヨンキックっていう感じで世に出た名前がなかったので、はい、それをなんか名残として持っててくれるっていうのが、うん、ちょっと、はい、自分の中ではあるっていう感じですね。じゃあ、はい、正式名称はボヨンキックでいいんじゃないですか。はい、だからで BK で、ああなるほど、うん、あ通常も例えば実況とかでは BK 決まった BK って言ってるんですけど、 BK ってどういう意味なのってファンの方が調べてみたらボヨンキックだった、うんうんうん、本当は木村拓哉さんなんですけど木村拓って呼んでるんですか。全然違います。まあまあそう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 よくあるプロレス技があるじゃないですか、PK とか、ペナルティーキックっていうノックアウトの英語、テクニカルノックアウト PK を、ああ、そういう感じなんです。で、ボヨヨンキックを、ああ、分かりやすい。林選手はこの今、BK とスクリューレックラリアット2つありますけど、これ、甲をつつけがたい感じですか、今は。これ、空気読んだ方がいいですか。いや、読まなくていいです。もう PK だ。ちゃってるじゃないですか。じゃあもう決めちゃいましょうか。わかりました。それではついにボヨンキック最終ジャッジをですね、カズ林選手にしていただこうと思います。はい、いけねいきます。はい、ボヨンキックの名残は残したいと。そうですね、なんか急に変わっても気持ち悪くなるのかな、考えてくれるだっていうのは、はい、嬉しいですし、はい、なるほど。じゃあこれからは私もはい、カズ選手の試合中ご覧いただいたら BK、はい、ありがとうございます。呼ばせていただきます。はい、田村さんよろしいですか。はい、はい、これコメントいただいた方っていうのはなんかプレゼントっていうかカズさんからポケットマネーとか、まあ、何かしら、はい、ちょっとこんな考えたいとか、はい、そうですね、それからあの BK を1回出すために2000円をしますああ、それ多分今後のプロレス界のためにやめてたと思います。このね、YouTube コメントで、ボヨンキックの新ネーミングコメントをくださった皆様、はい、どうもありがとうございました。本当にありがとうございます。でですね、実はもう一つ、はい、あの YouTube コメントで技名を募集したんですけども、渡辺相馬選手の技なんで、はい、これはちょっと相馬選手がゲストの時に田村さん改めて勝手に決めちゃいます。まあ、勝手に決めちゃもいいと思うんですけどファイナルカットもそうですからね。あれ、ご自身ですよ、これ誰ですか。違いますよ、僕知らない時勝手についてたんですよ。相馬は逆に、はい、性格的には、はい、割とまあ優柔不断でもあり、はい、右も左もまだ分からないというはい、林選手がいいなと、こうピントフォルムを決めてあげた方がいいのかもしれないです。うん、と。まあ、一応ですね、こちらも YouTube のコメントの方で、あの、渡辺相馬選手のちょっと変形キークラッシャーのようなドライバー技なんですけども、ちなみに、渡辺相馬選手のコメントをいただいたんですが、あれはキークラッシャーではなく、あくまでもキークラッシャーをベースにしておりますが、手のクラッチを変えているのでキークラッシャーではなくオリジナル技であるというこだわりがあるそうです。で、皆さんからいただいた候補を発表します。
イルミナルドライバー、ソーマティックドライバー、スカイアロー、ソーマドライバーという4項目になっております。はい、このネーミングってどっから来たんですか？はい、これもあの YouTube コメントで僕の発信ですか？僕の発信ですか？忘れてる。もうこれどえらい迷惑かけてるんですよ。めんどくさいことしてここはもうちゃっちゃっといきましょうか。対戦者じゃあもう決めてください。自分の名前はやめた方がいいような気がします。ソーマドライバー、はい、となるとじゃあイルミナルドライバーとスカイアローの2つと。そうですね。これ村田さん的にはどちらが言いやすいですか？まあそれはスカイアローの方が言いやすいです。じゃあスカイアローが決定。いやいや、ちょっと待って。もうちょっと、あ、でもイルミ、まあそうですね、ペガソイルミナルの本人的にはその時のイメージってあんまり引っ張りたくないじゃないですか。昔はね、多分ね、引っ張りたいっていうのがあったと思う。多分もう昔は昔っていうふうに思ってると思うんですよね。わかりました。うん、じゃあどうぞ。カズさん決めてください。ちょっとやろうですね。そうですね、スカイアローになっちゃいますね。カズさんスカイアローになりそうなんです。スカイアロー響きいいですね。お、僕もスカイアローはいいかな。じゃあはい、じゃあちょっとあの多分編集で使うと思って、はい、かっこよくカメラ目線でサイアローっていうのをちょっと重ねていただいていいですか？はい、はい、それでは、渡辺相馬選手のですね、変形キークラッシャー、果たしてイルミナルドライバーなのかスカイアローなのか、カズ林選手ジャッジを。スカイアローね。めちゃくちゃ食い、気味じゃないですか、食いましたね。スカイアローでーす。ということでこれからですね、このグレート実験マッチ、YouTube チャンネルの方でこの技が出たらスカイアローと言わせていただきますし、ボヨンキックも DK と呼ばせていただきます。田村さんよろしいですか？これで、あ、いいと思います。これこういう必殺技の名称、なんかその馴染みがない、ちょっとあんまりピンとこないんで、これ名前つけるんだみたいな感覚なんですよね。え？まさかあれですよ。これで報道が振り出しに戻りました。僕がこのコメントを募集しますってやったじゃない、はい、あれもうバッサリ切ってください。小1時間ぐらい収録してます。はい、はい、まあ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 、じゃあボヨン DK と DK とスカイアロー。これ撮ってる間ずっと私ひそかにツボだったのが、はい、田村さん一度もボヨンキックって言ってないんですよ。ずっとボヨヨンキックって言ってるんですよ。じゃあボヨン、はい、ドリトラ、それもあのこのオープニングにつながります、もしかして。いや、突っ込んで欲しかった。いやいや、あの今撮ってる。大丈夫ですか？あの田村さん、そのオリジナル技に関してはもう了承していただけますか？いる、いらないってことは、いるでいいですか？これじゃあ僕はいらないって言ったらどう思うんですか？この動画は多分読んでない。そしたら、いや、これはでも必要です。おぉ、わかった。やられました。あったかいやりました。そうですね。じゃあ、ということで、皆さん、はい、新ネーミング、YouTube コメント、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。これからも、BK と、スカイアロー、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい、はい、あのこの間言ってたやつスカイアローです。おー、でもかっこいいですね。あ、でもなんかちょっとしっくりきてます。そうですね、やっぱりお二人ともセンスがいいです。すごい気に入ってます。コメントくれた方々の皆さんありがとうございます。コメントくれた皆さんありがとうございます。これからはあの技はスカイアローとして使っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。